こっか。
どうした？ワッカさんの様子見に。この洞窟になんかあんの？まあ、そんなところだ。いや、ここだって決まっちゃいねえ。もしかしたらって思っただけだよ。何にもねえかもしれねえし、やっぱりあるかもしれねえし。なんせ古い話だからよくわからねえ。ここに何かがあるかもしれない。それを確かめに来た、と。ああ、でも確かめたいような、確かめたくないような。ああ、もうはっきりしないな。ねえ、何なのさ。まあ、その、なんだ、古いスフィアがあるかもって話だ。スフィア？どんなスフィア？スフィアは、スフィアだよ。なんだっていいじゃねえか。おい！私たち、スフィアハンターだから。あ、いただいちゃおう。スフィアハンター、カモメ団！作戦開始！カモメ団ね。任せなさい。
スフィアに魔物はつきものか。試練だね。吹っ飛べ。これ？いや、違うな。結局何のスフィアを探してたわけ？そりゃ俺たちの両親だ。チャップはそう言ってた。チャップって、あ、ワッカの弟だ。討伐隊に入ってたけど、今は異界の住人だ。チャップが生まれてすぐ両親が真にやられた。俺も小さかったから二人とも親の顔は覚えてない。でもよ、ガキの頃兄弟喧嘩してたらチャップが言ったんだ。父さんたちが映ったスフィアを見つけたけど、どこにあるか教えてやらないってな。チャップさんに聞かなかったの？弟に頭下げて聞くのが嫌でな。意地張ってそれっきり忘れてた。でも昨日お前らと話してたら思い出したんだ。あいつはよくここらで遊んでいた。この洞窟で見つけたのかもしれない。遊んできてみたんだけど、急にモヤモヤしちまってよ。なんで？俺
親の顔を勝手に想像してたんだ。強そうで優しそうな顔よ。辛い時とかよくその顔を思い浮かべたもんだ。でも本当の親は全然違う顔かもしれねえ。そう考えると見るのが怖くてな。どうすりゃいいかわからなくて、お前らが来るまでずっと悩んでた。はあ、わからしいね。そのスフィアって島のどこかにあるのかな。私たちが探そうか。いいっていいって。そういうの気にするのはもうやめだ。昔のことにこだわってうだうだしてちゃいけねえよな。俺だって親父になるんだし、もっとしっかりしねえとな。頑張ってね、お父さん。おう。けどよ、しっかりするっつうのはどうやったらいいんだろうな。しっかりした父親ってやつのお手本が欲しいよな。はあ。あのな、そろそろ戻れそうか。兄貴がうるさくてかなわん。うん、すぐに戻るよ。待ってるよ。僕いろいろ知ってるし。
あの時ここにいた七人の大切な思い出、他の誰にも話してないんだ。そっと胸にしまっておきたい。ここはそんな場所なんだけど。観光地か、ここは。ムカつき。ゆうなくん、ずいぶん雰囲気が変わったからわからなかったよ。僕のことは。お久しぶりです、イサールさん。覚えていてくれて光栄だな。ここで何を？ああ、シドさんの仕事を手伝っているんだ。聞いてないよ。かつての聖地、ここザナルカンドへお客さんを案内しているんだよ。たくさんの人が見に来る。スフィアハンターもね。あの親父、何考えてんだか。納得いかないという顔だね。でもここはスピラの歴史上大きな意味を持つ場所なんだ。分かってます。でもそこには他の誰にも立ってほしくないんです。ユーナ君。いいんです、何でもありません。ならいいんだが。あ、仕事の時間だ。ではユーナ君、失礼。Thank you.
きかな。あっちだよ。多分。ガツッとやっちゃうよ。覚えてる？うん、パッセ君、覚えててくれたんだ。この子はハナ、こっちはタロだよ。ユーナ様、こんちは。みんなで何してるの？魔物も出るのに。魔物が何さ。そうそう、だって僕らはスフィアハンター。子供団、子供団。お宝探しに来たってわけ？じゃあルってのはお宝のヒントなんだ。うん、そうだよ。しー、15ギルも出したんだから早く行かなきゃ。うん、スフィアハンター子供団出発。じゃあね、ユーナ様。
15ギルでヒントね。楽勝楽勝。ああ、もしもし、聞こえるか？あのな、確認したいんだけど、ヒントってさあだよな。いや、さっきガキどもがルーとか言っててな。ふんふん、やっぱりさあだよな。了解了解。ヒントはルトさん。うわ、カモメダン？ルサ？サルダー！デュブラン様に勝って泣かせてやる！